ホルモンみたいだな。あっちの方。やっぱあれかな。はい。この透かしがいいですね。この富士山のマーク、ね、これいいよね。おお、こう感じよ。すごい。もうなんか棚チャンネルみたいなそれ。確かに。どうですかこの焚き火台は。なんという焚き火台ですか。どこのメーカーですかこれは。これは天幕デザインさんの。あ、そうなんですか。そうなんですよ。いやいいっすね。これでもあの下だけですよね確か。ゆく焚き火台初火入れです。ピカピカです。まだ結構かかりそうです。まだかかりそう。ここからだよね。そうですね。来たよ。いいよ。頑張って。頑張れ。お、着いた。よし。よし。素晴らしい。さすが。いい絵が撮れました。入るな。あ、火が。初の火入れ。あとはうちのチャンネルで見てください。もうちょっと あたふたしとるけど。あ、そうですね。うちのコンセプトなんでそれが。バラエティー。熱で乾かしとけ。全部。長いやつ入るやつ入って下に。それ全部並べといて。熱で乾かしとけ。いいのいただきました。よしよしよし。まだいけるぞ。うお、あーずるい。チートアイテムが。まだいけるぞ。情けねえ。そんなことしてる間にもう夜がさもう来ちゃうから。ちょっとなんかそれっぽくない。そうですね。まあまあまあやりようによっては。ねえ、なんかぽくない。確かに。なんかチャークロスやってるみたいな。全然使えんよ。ちょっと待って、あったけやろ。あ、それのもう一回り小さいサイズがさ、うん、人気でさ、一人用で、なかなか手に入らんの。そうなんですよ、よくしとるね。ついた。こちらです。
もう食べれるんだよ、まだ。まだ固まってる。食べれるよ。固まってない。固まっとるぞ。冷たかったもん。うわ、うわ。ケーキやめよ。こっちこっち。ケーキ。トミーガを、うん、みんなサブでトミーガを持ってる。へえ、 M4 じゃなくて今トミーガンが強すぎてみんな使ってる。あれはでも強すぎる。トミーガン、だってとんでもなくブレンのに威力 M4 と変わらんねん。あ、そうなの、うん、へえ、そんなのに修正入ったの。あのね、で、もともと威力は一緒やったんや。あの、トミーガンと M4 って。1しか変わらんのよ。へぇー。あ、そうなんや。そう、もともと変わらんよ、威力は。M4 ってほぼ。さすが。で、やっぱ素人と違うな。焼き芋めんどくせえな。なわけねえやん。アルミホイルにくるんで入れるだけ。新聞紙濡らして。新聞紙あるよ。空気折れるよ、それぐらい。ちょっと頑張ってみ。はい、箸にします、うんうん。ありがとう。入れとくね。ウリ。全然虫いないですね。ね。俺ら来る前、結界張った？結界張ってないっす。先週すごかったですよ、虫。先週だったか先週。じゃあ、あっちの方へ出ない。ああ、だからですかね、やっぱ。はい、ありがとう。おかげでいっぱい燃えたよ。光景 YouTube で見たことあるもん、ね、確かになんかみんな集まっておのおのなんかやる感じ。本当ですね、めっちゃいい感じね。いい感じだよね。これ YouTube に流れますからね。しかも流そうもういいからそう。たもつさん、まさかのこれはアヒージョですか。そうなんです。うわぁ、かっけ。あ、このまな板パクっちゃいました。本当に一緒。一緒です。いいじゃん。いや、このテーブルもいいっすね。もう一個ぐらい欲しいね。でもあ、テーブルですか。うん、うわ、セリ入っとる。いや、おしゃれやな、やっぱり。ありがとうございます。タモツさんといえばニンニクが定着しつつありますね。そう思ってもらえれば。一口目からいただきます。これが多分家で出てきたら別に大したことねえ。この限りある食料の中で食うのがやっぱうまいね。いただきます。俺がキャンプや。出ました、俺キャンプやって。がっつり持てていいよ、上のネギ。ありがとうございます。いい匂い。じゃあネギちょっといただきます。いいよいいよ、ありがとうございます。デレうめえな。そうやろ、厚揚げのうまさに分かってもらえた。あー、うまネギうまいっすね。やろう。これね、ネギがね、多ければ多いほどうまい。これはね、
夢やないわマジで。これはキャンプじゃねえとわからんわ。うん、あ、なんか食欲湧いてきた。なんかわかる。どうしようと思ったけど。最高やったね。前菜で最高やね。そうですね。腹減るわ。全然やる気なかったけど。米タイトルで。なんかそれもうちょっと火力欲しいよね。巻きかけた方がいいかも。ベーコンいただきました。豪快、巻いてないアスパラのベーコンがけ。これ動画見られて怒られる。めっちゃ美味しいですね。ホクホク。ワインを煮立たせながらウインナーとポテトを仕上げる。煮立たせながら、煮立たせながら。火力不足。チーズフォンデュはワイン入れすぎて美味しくないです。じゃあ全然まとわりついてない。チーズフォンデュ失敗です。チーズフォンデュ失敗？失敗です。味噌汁みたいな感じになってました。どういうこと？いや、わかんないです。チーズフォンデュが味噌汁って聞いたことねえ。どうしたらそうなの？シャビシャビでちょっとワイン入れすぎて。ワイン入れすぎた。はい。で、なんか味噌汁の味になってます。味噌汁はどっから来たの？わかんないです。もしよかったらいりますか皆さん。一回？はい。お配りにお伺いします。味噌汁食べたいの？嬉しい。何と何？おお。確かに、なんかチーズ感。でもなんか味噌汁の匂いする。なんで味噌汁の味するの？そら呼ばれようかな。いや、これはこれでうまいけどね。いただきます。チーズか。美味しい。美味しいよね。チーズフォンデュではないけど。いやでもチーズの味する。味します。うまい。うまい。食べ物だよね。食べたい。よいしょ。チーズフォンデュ、でもシチューみたいな感じ。あ、何が入ってますか？これブロッコリーと、やれなくなったらミックさん入れる気がするもんね。それはやめてください本当に。なんか迷いもなくクックさん投入しそうな気がする。ジャックダニエル聞いてますね。全部ジャックダニエルのせい。世界観が全然違うんですよ2人で。